ちは、リコアメディカルフィットトレーナーの山口恵梨香です。今日はですね、お腹を一緒に頑張っていきましょう。細くキュッとね、縦のラインをこう作れる腹筋強化、目指していきましょうね。それではスタートしていきたいと思います。まずはストレッチからです。肩関節の真下に手のひらを置きましょう。そして足の甲を寝かせてこのように反っていきます。鼻から大きく息を吸って、足幅は腰幅、腹式呼吸で吐きながら右のつま先見るようにしていきます。そうすると左の腹筋が伸びますね。正面に戻っていきましょう。息を吸います。吐きながら左のつま先を見ていきます。さあ、これを繰り返し行っていきます。吸う息で肩の力はなるべく抜いて腰に呼吸を落とすように、吐きながらそのままつま先を見てキープをしていきましょう。呼吸を何度かこの状態で繰り返し行っていきます。はい、右にね、左に反りすぎて右の足が浮かないように気をつけてくださいね。はい、吸う息で正面に戻りましょう。はい、もう一度今度逆いきます。吐く息でひねっていきましょう。今度右のね、お腹がぐーっと伸びるの分かりますでしょうか。はい、肩ね、どんどん上がりやすくなるんで気をつけてね。はい、吸う息でゆっくりと戻ります。はい、吐く息でかかとにお尻を乗せてリラックスしていきましょう。さあ、それではトレーニング一緒に頑張りましょう。肩関節の真下に手のひらをしっかりパーにしていただいて、で、顎は軽く引いていきます。で、ここからはラテラル呼吸、分かる方はしていただいて、分からない方はお腹へこますだけでもいいので意識します。さあ、それでは鼻から息を吸って吐きながら右手と左足を伸ばしてキープをしていきましょう。さあ、ポイントなんですが、耳の上または真横にしっかり右手を用意していただいて、左の足、股関節からつま先一直線、お尻が左だけ上がらないようにキープを持続してみてください。で、肋骨が、これ肋骨って言うんですが、下がっちゃうと意味がないのでしっかり上げる。そして背中をですね、こう開いちゃうといけないので、こうちょっと寄せるイメージを持ってやると効果が倍増します。はい、残り5秒前、4、3、2、はい、OK、逆も同じようにいきましょう。せーの、キープですね。はい、お腹をへこませて1個胸の下の骨を1つ引き上げるようにしていきます。はい、そのままキープですよ、頑張って。で、大事なのはただやるんではなく、関節や骨一個一個を意識して行うと体幹強化がさらに、できますので、位置を意識してね、やってくださいね。さあ、残り10秒です。お腹頑張ってへこませましょう。はい、残り5秒前、4、3、2、1、はい、OK、手を床に戻してかかとにお尻を乗せます。一回力を抜いていきましょう。はい、ではさらにいきます。土台ができたところで、今度は肩関節の真下に手のひら、動きをさらにですね、加えていきます。体幹の位置ですね、胸、お腹、お尻、背中、首の位置はまっすぐ平行に、上の壁と平行にしていただいたら、右の足、つま先ね、立てました。で、今度左足立てます。足幅握り拳1個分で、頭をですね、このように下げたり、顎を上げて前を見ないようにしてください。顎をしっかり引きます。あと背中の骨がこう開いてる方はちょっと真ん中に寄せて、胸の下の骨をぐーっと入れていきましょうか。はい、ラテラル呼吸を意識して呼吸してください。呼吸は絶対に止めません。さあ、続いてなんですけども、もう少ししたら膝を外に開く、この動きいきましょう。では5秒前です。よっ、30秒間やります。レディーゴー。で、なるべくサイドにしっかりと、そう、振ってください。で、寄せた時に細かく吐きますから、ふっ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 。で、お尻がだんだん上がってくる方、これ良くないのでしっかりお尻下げましょう、頑張って。さあ、残り5秒前、4、3、2、1。はい、OK、膝ついて一旦リラックス。はい、今のはね、腰の上のお肉と体幹を使ったんですけども、いかがでしたでしょうか。ではそのまま仰向けになりましょう。さあ、足を閉じていただいて、両手は頭の後ろです。はい、でそのままですね、せーの、おへそを見ます。おへそを見た時に足と足閉じていただいて、でおへそを見ていきます。でお腹はへこませていきましょう。はい、で
でラテラル呼吸でやっていただきたいのと、膝は絶対に開かない。はい、頼みますね。で胸も開きます。はい、ではそのまま残り10秒前、8、7、6、5、4。さあこのまま速い動きいきますよ。レディーゴー、急いでください。さあ急ぐとき大体の人ってこうなっちゃうんですが、しっかり胸を開いて行いましょう。さあ頑張ってくださいね。もうちょい上げていく、もうちょい上げていく。そう、いいよ。そのままお腹をへこませて残り15秒頑張ってみます。さあ残り10秒前、9、8、7、もうちょい上げていこう。もう一踏ん張り上げて、そうですそうです。3、2、1。はい、 OK。 力を抜いてください。素晴らしい。はい、腹筋強化、今のは腹筋の上の方を鍛えました。いかがでしたでしょうか。それでは最後ストレッチさらに行っていきましょう。両手を床に乗せていただいて、お腹のぐーっとシワを一回伸ばしてみてください。お腹全体を伸ばしていきます。はい、少し斜め上を見るとさらにお腹が伸びますよ。やってみてください。はい、そのまま膝を立てて左の足を前、右の足を後ろに伸ばしてください。はい、さらに上を見ていただいてお腹を伸ばします。今足を後ろに出している方のお腹ですね、伸びてるでしょうか。はい、ではそのまま正面にお顔を戻して、左のお尻を落としたら右足を前、左足を後ろに投げて、同じようにですね、上を斜め上を見ていきます。呼吸をしていきましょう。この左のお腹が伸びてますね。はい、肩ね、力抜いてくださいね。はい、では右にお尻を落としていただいて、後ろ足を前に戻して正面に戻ってきてください。いかがでしたでしょうか。まあ、細く引き締めるための秘訣は呼吸を止めないこと、さらには呼吸の切り替え、そして体幹を使いながら筋トレができるかどうかです。ぜひチャレンジしてできるようになってくださいね。